ところなのかなと思うんですけど、例えば可愛いってこういうね、ゆりと一緒に写真撮ってもらって、はい、思い出にぜひ食べてもらえたらと思います、はい、販売場所が3階下段席一塁側内野の4通路横にあります築地銀座さんとなっております、はい、外野席のお客様がご購入できないということで、はい、すいません、ご注意ください。ぜひ、はい、そして続いてがですね、この日の金曜日から今日まで装飾されて織姫グッズというか、あの肩とか、それがオークション販売されるということなので、ちょっと紹介します、はい、5月27日から29日の織姫展で実際に使用しているマナーフラッグのボディと等身大パネルのオークション、はい、そうなんです。こちらもオークションが開催されておりまして、はい、そのアイテム全てに選手の直筆サインが入っております。貴重なアイテムとなっておりまして、ファンの皆様に選ばれたオリメンたちの貴重なフォトアイテムなので、ぜひこの機会にご入札いただけたらと思います。締め切りが6月の19日日曜日12時までとなっております、はい、詳しくは球団ホームページをご覧ください、はい、よろしくお願いします。それではちょっとここでですね、はい、あの独自の調査なんですけど、はいはい、このウィングデーで、まあ、オリメン選手の妄想とかこんなんしたいなとか楽しみにしてることだったり、欲しいグッズをちょっと調査しまして、はい、SNS の方でちょこっと紹介しようと思います、はい、まずはですね、欲しいグッズ、欲しいグッズ、はい、山岡投手のタオルとアクリルスタンドを買いたいです。おやっぱり推しの選手への投資は惜しみない、なるほどというコメントいただきました。アクリルスタンドも売ってるんですよ。アクリルスタンドっていいよ、上に飾りやすい。そうなんです、うん、買っていろんな選手買ってもらえたら、そう織面のね、こう雰囲気が楽しめると思います。最初に机の上で楽しめると思います。はい、そして、山本由伸投手の大ファンです、はい、今シーズンのキャンプボスが可愛すぎます。キャンプボス、キャンプボスっていうのはこのキャンプならでは、なるほど、あのポスターとかしてるこのコスチュームで、コスチュームなんていうんですか、衣装、衣装、そうだね、なんかそう、そう、この衣装がみんな可愛くて、そう、アウトドアに行くのかもしれない。普段はね、ユニフォーム姿なんて、こういった普段見れないお姿も、キャンプボスって言ったら、基本的に見る人気のアスリートが、こういうカジュアル系のズボンとジャンパーの感じの格好、似合うよね、かっこいいね、みんなおしゃれ、着こなされていて、野球選手が一番似合う格好の気がするこれ、ユニフォーム以外で、アウトドア系で、アウトドア系で、例年以上かっこよく見ます。例年以上にかっこよく、そう、もうなんか女子からしたらキュンキュンですよ、キュンキュンだよ、これは、はい、こういうことなので、いや、いいと思います、はい、グッズもこの姿、お姿になっておりますので、はい、注目してください、はい、そして力仕事が得意です皆さん得意なんですけど、力仕事が得意な特に車椅子選手と一緒に重い道具を持ちたいとか、絶対違う、あと料理が得意な竹安選手、そうですね、はい、野菜の料理から学んだりしたい、そう、竹安さん料理すごい、はい、ツイッターで料理を見ました。もうすごいですね。すごいですね。